こんにちは、サードロです。今回はこちらの回研究レベルですね。これが第4弾アップデート時点では220レベルが上限値なんですが、次の第5弾アップデートでここの上限値が解放される可能性が考えられます。で、噂では、まあ、300まで上がるんじゃないかとか、まあ、いろんな噂があるんですけども、現状実装されているクエストの中でどのクエストを周回するのが効率よく回研究レベル上げをできるのかっていうのについて計算をしてきたので、ご紹介させていただこうかなと思います。 Oh do そしたら、今回の計算に使用したクエストの条件についてご紹介をしていくんですが、今回、単体クエストバージョンと多頭クエストバージョンを両方計算してきておりますね。まず単体クエストについては、こちらのオーナズチのような、力尽きる回数が1回力尽きる。で、時間制限が25分で、参加人数が2人以下の制限がかかっているクエストで計算をしております。計算式の内訳としては、まず1回力尽きるっていうのが、会研究経験値を1.4倍ですね。まあ、140%上昇。 償させてくれる効果がありまして時間制限の25分に関しては135%まあ、1.35倍ですね経験値を増やしてくれる効果がありますねこの2人以下っていうのに関しては 120%なんで、まあ、経験値を1.2倍ですね、してくれる効果があるので、この3つの1応2 25分、2人以下っていう3つが重なっているクエストが最大値っていう風になっております。なので、単体クエストはこれで計算を求めていまして、もし入手できる経験値の条件を自分で変えたいっていう場合は、経験値の合計値から、 この1つのつ補正値を外してもらえれば例えばじゃあ25分1オツだけの経験値を知りたいよって2人以下は持ってないから2人以下の経験値は知らなくていいよっていう場合は今からご紹介する経験値から2人以下の 120%1.2、まあ、倍分だけ引いてあげればそれが抜けた経験値を求めることができますのでもしご自身で条件を絞りたい場合は条件を合計値から引いていただければ求めることができるかなと思いますっていうのがまず単体クエストの条件で今回出してまして多頭クエストについては、まあ、こちらの名づちご コアであったりこのナスバゼルのような多頭クエスト、まあ、マルチでよく防ガンハメとかされているクエストに関しては、まあ、2人以下のクエストを回すということがあまりないかなと思ったのでえ30分1オツで計算をしておりますでこちらに関しては補正値っていうのがまず時間制限が30分の時点で 経験値が130%増加ですね。ま、あ1.3倍掛けされまして、段階数は1オツは同様で140%、ま、あ1.4倍ですね。経験値に掛け算が入るので、この2つの条件をくっつけて経験値を出しております。なので、もし、このナスバゼルの30分1オツ2人以下の経験値が知りたいよっていう方は、今からご紹介する経験値に1.2倍掛けしてあげれば、2人以下の条件が入った経験値も求めることができますので、これもあとはご自身でカスタマイズして計算をしていただければなと思います。 思いますっていうのが前提条件になりましてじゃ早速経験値の一覧に移っていくんですが一覧がこちらですねよく集会に使われているクエストに絞って4つ出しているんですが左上が開国服オーナちズチの単体クエストの25分1オつ2人以下で右上がグレンバジルギウスの25分1オつ2人以下ですねで次に左下がナスバゼルの30分1オつと 右下がナズチゴアの30分以上通で経験値を出しておりますで今回この経験値のデータに関しては僕はちょっと会研究ランクがカンストしてしまっていて経験値を出すことができなかったので新しくサブのデータを作って今モンハンを遊んでいる方から情報提供いただきましたデータ提供ありがとうございますで注意していただきたいのがこのナスバゼルの経験値の1291経験値に関しては最初の経験値が3だけ入ってしまっていたので実際の 経験値は1288になります。まあ3なので5差かなと思ってもそのまま載せてるんですが、一応前提条件としてそこだけちょっと変わってます。で、結構ご存知ない方が多いので、1点だけ補足をしておくと、この経験値っていうのはあくまでモンスターごとに設定をされているので、えまあこのように存在はしないんですけど、1レベルのナスバゼルだったとしても経験値は1291もらえますし、220レベルのナスバゼルをやっても経験値は1291になるので、1レベルのナスバゼル ナスバズルだから220レベルのナスバズルだからって言って経験値に差は出ないようになっていますであと経験値が変わるとすれば自分が言っているクエストと自分の研究レベルが 差ががあるる場合にボーナスが発生するので201レベルの人が220レレベベルルルのののナスバゼルに行った場合はそのレベルの差がある分のボーナスが上乗せはされるんですが大元の経験値っていうのは何レベルのクエストをやっても一緒になるようになっているので結構レベルが上がるとクエストの経験値勝手に上がっていくっていう風に思ってる方もいらっしゃるんですがそこは変わらないので注意をしていただければなと思いますなのでこの仕様がアップデート後も変わらないのであれば300レベルまでクエストが上げれるようになって300レベル レベルのナスバゼルをやったとしても経験値は1291から変わらないですしナズチゴアとか他の単体クエストとかにおいてもそれは一緒ですね300レベルになろうがここの経験値の数値が変わるっていうことは特にないです 次に経験値に触れていくんですが、まず、開国服オ名ナズチの25分一オツ2人以下が1297経験値なんですよで、エクストラ7のグレンバジルギウスに関しては1161経験値ですね。で、多頭のナスバジルに関しては30分一オツになるんですが、経験値が1291で、ナズチゴアの30分一オツが1561ポイントっていう経験値になっております。で、まず、この経験値を見て面白いなと思ったのが、上の開国服オ名ナズチの 単体クエスストと左下のナスバゼルのナバル経験値です、ね、っていうのが単体のオーナーズチの方が経験値が高くなっています。まあこれはなんで高くなっているのかっていうと単純にオーナーズチの経験値が高いっていうのはあるんですけども多頭の場合は30分が上限なんですが単体の場合25分まで時間制限を絞ることができるので経験値補正が高くなっているっていうのと2人以下がついているので2人以下の1.2倍ですねがついていてさらにナズちの経験値がもともと高いっていうのをかけると単体の ナののの方ががスバゼルの30分1オツよりも経験値が高いいいう風になっていますこれは結構意外でしたねであとはエクストラ8のオーナズチとエクストラ7のグレンバゼルギウスの経験値の差を見ていくんですがここは130ポイント程度しか差がなかったのでここの差もあまりないかなと感じましたであとは多唐面であればナスバゼルとナズチゴアも比較していくと経験値の差っていうのが270程度だったのでここも意外に差がなかったなっていう印象ですね で、この経験値を踏まえて、じゃあ、どのクエストを周回するのが効率よく、海研究レベルを上げれるのかっていうのについて話していくんですが、まず、ソロ目線であれば、海国服オーナズチ25分1オツ2人以下を周回するのが一択かなと思っています。っていうのも、ソロでナスバゼルを周回できる方もいらっしゃると思うんですが、タイム的に行くと、ナスバゼルをソロで、例えば3分とかで枯れる方は、ナズチ単体を2分半とかで枯れると思うんですよね。なので、単純に1周あたりの速度が、ナズチ単体の方が速 速くなりますし経験値においても名づち単体の方が経験値高いのでソロでやるのであれば変に多頭クエストを回すよりかは名づち単体を回した方が効率がいいかなと思いますでただ名づちがどうしても苦手っていう方とかはランクを1つ下げてエクストラ7のグレンバジルギウスとか回しても経験値が130しか下がらないのでここはご自身の周回速度と安定感を見て。 ま、どのクエストで落ち着かせるのかっていうのは判断いただければなと思うんですけど、基本的には多頭やるよりかは単体の25分1つ2人以下までついてるやつを回した方が効率はいいですね。で、次にマルチ目線で話していくんですが、マルチ目線では正直ナスバゼルもナズチゴアもどっちもおすすめできるかなと思っていて、一応画面を切り替えるんですけども、左側がナスバゼル、右側がナズチゴアですね。で、ま、一周ロード時間込みでナスバゼルを3分で回れる場合は、1時間で稼げる 経経験験値値っていうのが 25, 経験値になりますで、ナズチゴアをナスバゼルよりも20秒遅れで回せる場合、まあ1周3分20秒で回れる場合は、1時間で稼げる経験値が28,098ポイントになるので、ナズチゴアをナスバゼルよりも20秒プラス程度で回れる方であれば、ナズチゴアを周回していただいた方がいいです。で、ここがどこまで時間に差が出ると、ナスバゼルの方が良くなるのかっていうと、目安としては40秒ですね。ナスバゼルの平均タイムと比べてナズチゴア のの平均タイムの方が40秒遅くなるようであればナスバゼルを回しただこれも安定感っていうところを度外視して全て勝てる前提で話をしているのであとはナスバゼルは勝率100%で回せるけどナズチゴアは勝率が8割とか9割になるよってなってくるとそこでまた差が出てきたりするので。 あくまで全部勝てて、ナスバゼルよりも30秒遅れ程度以内に回せるのであれば、ナズチゴアがおすすめですし、まあ、脳死で回したいとか、ナズチゴアが安定しないっていう方に関しては、ちょっと時速は落ちるんですが、ナスバゼルでいいんじゃないかなっていうのが、まあ僕の意見ですね。なので、ここは本当に好みとパーティーの周回連動によって、おすすめのクエストっていうのは変わってくるんじゃないかなと思います。ということで、今回は次回のアップデートに向けて、会研究の経験値についてお話をさせていただきました。で 今回ご紹介した、例えば、なズちの25分一応通2人以下とか、あと、ま、ナスバゼルなズちごアの一応通とか、もし欲しいクエストがある場合は、定期的にこのチャンネルの YouTube ライブで配布会をやっていますので、そちらもぜひ参加していただけると嬉しいです。これからもサンブレイクの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ